短命券返上。健康の維持は体づくりから。一緒に楽しく体を動かしていきましょう。日常生活に役立つお家で簡単にできる体操を教えてもらいます。ひろみちお兄さんと一緒に体操。今日もひろみちお兄さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、浜野さんの何かお悩みというか、やりたいことってあります？はい、はい、私結構運動するのは好きなんですけれども、はい、ちょっとお腹が出てくるのが心配だなっ て, って。いやまだ大丈夫でしょう。でも何かと社会人になって、はい、ご飯食べる機会が増えてきて、はい、そんなお腹を引き締めるのに効果的な運動を教えてほしいです。わかりました。じゃ あ, あの若いので、はい、ちょっとハードなやつでもいいですか？お家でいながら簡単にできる運動ですよ。ちょっと見ていただきたいんですけど、はい、こう横になります、はい、横になります。で手を、両手を広げて自分の体を支えてください、はい、そうしましたら足を持ち上げて、膝は90度ぐらいで床に平行になるぐらいですね。足を上げます。そうしましたらこの足を左右に1回2回3回4回このようにですね、左右に倒してみてください、はい、そうするとですね、このお腹の周りの、ね、体幹がこの強くなりますので、まあ、引き締め効果につながっていきますので、はい、なるほど、ぜひやっていただきたいなと思います、はいはい、じゃあ皆さんちょっと横になっていただいて、はいはい、両手でしっかり体を支えてください、はい、パッと開いて、でそのまま、足を持ち上げて、はい、横の方に、はい、1回いけるところまででいいですよ。はい、2回いけるところまで、3回はい、4回息をふーっと吐きながら、ふーっと息を止めないように、ふーっと吸って、はい、ラストふーっと吸って、はい、吐きながら、はいはい、戻ってください。おー、どうですか？結構温まってる感じしますね、うん、この辺がそうですよね、はい、やっぱりこのお腹周りなので、まあ、全体にねこれ効きますので。さらにもう一つお腹を引き締める運動を教えてもらいました、はい、じゃあ最後にもう一個だけ、はい、もう一個だけ、今もうお腹の周り全体がやりましたので、この前だけ、お腹の前の方だけ意識したいので、はい、手をももの上に乗せます。そうしましたら、この手のひらが膝の方までふーっと吸って、ふーっと吸って、これを5回ぐらい、はい、はい、ちょっと目標にやってみましょう、はい、はい、その手のひらが膝の方に行くまでシューッと息を吐きながらふーっと、ゆっくりでいいです、はい、で着いたら戻す、はい、で息をふーっと吐きながらふー、はい、膝、足の裏持ち上げないように頑張ってくださいね。お腹だけ意識しましょう、お腹だけ。ふーっと、できる範囲でいいです。はい、できる範囲でいいです。そう、頑張れ。お、うまいです。橋本さん、うまいですね。はい、はい、戻して、ゆっくり戻して。はい、ラストもう一回、ふー。はい、戻して。はい、ありがとうございます。どうですか？汗かいてきました。やっぱ体が温まりますね、はい、運動なので、はい、あの体は、ね、はい、温かくなりますね。要は腹筋というのは縮める伸ばす縮める伸ばすっていう運動をすることによって、この腹直筋っていうお腹の筋肉がキュッと強くなっていきますので、この縮めること伸ばすことが大事なので、そこを意識して、はい、ぜひあの時間があるときに、特にあの若いうちにね、はい、こういうトレーニングをしておけば5年後10年後の体型維持につながっていきますので、はいはい、ぜひ頑張ってください、はいはい、頑張ります